エリカちゃんか。ずいぶん変わった子だね。最近の若い子とはどうも相性が良くないよ。ジョージさんだってお若いですよ。いとこで最年長ということもあって、ついついいつも自分がもう若くないって気持ちになっちゃって。エリカさんくらいのお年の方が一番自分自身との付き合い方が難しいと思います。そうだね。子供という殻を打ち破りたくて、あたり構わずくちばしを打ちつけるお年頃だね。それを打ち破れてようやく大きく羽ばたくことができる。僕もそうだったよ。かつてまだ殻の中にいた時の自分は情けなく卑弱な、まるで尊敬できない男だった。そんなことはありません。いや、いいんだ。自分でもわかってる。かつての僕はいとこの中で最年長ではあっても、いつもぼんやりしているうだつの上がらない男だったよ。それは何もいとこの中だけの話じゃない。家でも学校でも全てでそうだったさ。でもジョージ様はそれを打ち破られました。この数年のジョージ様は毎年出会うたびに見違えるようでした。ありがとう。何かきっかけがあったんですか？殻を破る？はい。あれほどの、まるでさなぎを経て蝶になるかのように目まぐるしく成長されたジョージ様が、ただ漫然と日々を過ごしていて、それを迎えられたとは思いません。それだけの大きな決意をされる、何かきっかけがあったに違いないと思いまして。君に惚れて、愛の力で成長した。と、僕は今まで言ってきたんだけど。本当は、もっとネガティブな感情からだったんだ。そんな、いつも明るく、ほがらかでおられるジョージさんに、ネガティブな感情なんて、ちょっと信じられないです。僕はね、両親に女性は大切にしろと教えられてきたんだ。そしてそれを実践してきたつもりだったよ。はい。とても紳士的で、素晴らしいと思います。本当は違う。ん？異性とどう接していけばいいかわからなくて。過度に神格化して恐れて、紳士的なレディーファーストを装いながら、僕は女の子との交流に多分恐怖さえ覚えていた。そんな男を紳士的な奥手な男と呼ぶんだろうね。とんでもない、ただの臆病者さ。そのくせ自分はこんなにも紳士的なのに、どうして彼女ができないのかと一方的に思い込み、最後には世間の女性は全て男を見る目がないなんて勝手に決めつけ、勝手に蔑み始める。これが本当の情けない男ってもんさ。
そりゃそうさ。レディーファーストと称して、いつも後ろへ下がる男だよ。そんな後ろ向きな、牽引力のない男の背中についていこうなんて、誰が思うものか。滑稽だね。それに気づかず、自分はさぞや魅力的な男子に違いないなんて思ってる。その気持ち、ちょっぴりわかります。自分が、異性に魅力的に見てもらいたくて努力した振る舞いが、必ず思った通りの結果を導くとは限りませんから。へえ、シャノンにもそういう経験が？もちろんです。私だって、男の子の気を引きたくて、できもしないお化粧をして恥をかいたり、恥ずかしい失敗の思い出がたくさんあります。そんな、うぬぼれた僕の目を覚ましてくれたのが、シャノン、いや、君たちだった。どんなきっかけが、ジョージさんに訪れたんですか？嫉妬かな。意外です。でも、何に？君とバトラ君が、とても楽しそうに話しているのを見て、僕は嫉妬した。私が、バトラ様と？君たちにとっては、他愛ない会話だったに違いないよ。でも、僕はそれに嫉妬を感じてしまった。ここからの話は、バトラ君には絶対に内緒にしてほしい。約束できる？もちろんです。みすぼらしい、僕の懺悔さ。でも、聞いてほしい。今夜は、僕の悪い部分も知ってくれた上で、君に返事をもらいたいことがあるから。はい、聞かせてください。感激の魔女って随分趣味の悪い魔女なのね。恋を語る話は時を超えて尊い。いくら聞いても飽きぬでな。もっとも、私にはエンジェの乙女らしい嫌悪の表情の方が愉快であるが。バトラ君もジェシカちゃんも昔から快活だね。いや、そんな言い方は取り繕ってる。だから、こう言うよ。僕は昔からバトラ君もジェシカちゃんも礼儀に欠けた子だと思ってたよ。いや、もっとダイレクトに言おう。言葉遣いの下品な子たちだなとさえ思っていたよ。本当さ、軽蔑してくれていい。しません。人は何を胸中に思おうと許されます。むしろ、態度に出さなかったジョージさんは立派です。ありがとう。僕はそんな彼らを内心見下していたよ。それに比べて僕は、なんと立派で紳士的魅力に溢れているかと、本気でうぬぼれていたさ。それに比べたら、いつまでもはしゃいだりふざけたり、下品で低俗な言葉遣いばかりしているバトラ君やジェシカちゃんなんか、絶対に彼女や彼氏ができたりするもんかと思っていたよ。それが、いつまで経っても彼女ができない自分への精神安定剤だったのかもしれない。とんでもない。彼らは僕に劣ってなんかいない。むしろ、異性を勝手に神格化して、レディーファーストと称して恐れて避ける僕の方が、よっぽど踊っていた。
バトラもジェシカも昔からああいう性分だった。確かにそやで、紳士的、淑女的とは到底言えなかっただろう。しかし男女を分け隔てなく交流できる力があった。いや、魅力と言っていいかもしれない。ちょっとわかるわ。お兄ちゃんやジェシカお姉ちゃんみたいなタイプの人って男女問わず誰とでも仲良くなれるタイプよね。ジョージお兄ちゃんには悪いけど、あまり紳士を振りかざしすぎる人ってちょっと気持ち悪いわ。女に幻想を持ちすぎっていうか、なんというか。人は無縁であるなら相手が無害で退屈な人間であることを尊ぶ。しかしそれは邪魔にならないという意味で好まれているだけだ。退屈な人間を身近にしたいと願う人間などいるわけもない。当然よ。動かず物も言わぬ電信柱と友達になろうというバカはいないわ。でも動かず物を言わないのは電信柱としては優秀だわ。そういうことだ。ジョージはつまりいくら自分が優秀であっても魅力ある人間として認められていない。ただの電信柱扱いであることにようやく気づいたというわけだ。僕は当時うぬぼれの真っ盛りだった。だから親族会議でみんなで集まっている時、一番魅力的なのは僕で、それに混じって遊んでくれた使用人の女の子はみんな僕に惚れていると信じていたよ。それがあの日、僕はそこでようやく自分がどれほどみすぼらしかったかを思い知ったのさ。私が当時何か心ないことを言ってしまったのでしょうか。いいや、逆さ。君は何も言わなかった。君の瞳に映っているのは常に僕だといううぬぼれが打ち砕かれたのさ。ある日唐突に気づいたんだ。君たちがバトラ君やジェシカちゃんと僕なんかよりはるかによく馴染んで楽しそうに遊んでいることに。気色悪い話さ。僕は君を勝手に僕に好意を持ってると決めつけ、ひょっとしたら異性の付き合いになってもいいかななんて青臭い白昼夢を許したことさえあるんだ。それを勝手に恋人を奪われた気持ちになって勝手に傷ついて、どこまでも僕はダメな男だったんだ。その時ようやく僕は自分の愚かさに気づけたんだ。ジョージ様。その後バトラ君はいろいろあって親族会議に来なくなったけど、ルドルフおじさんから彼の近況は聞いていたよ。おじさんも可愛い人だね。バトラ君とあんなにいつも喧嘩をしているのに、バトラ君の近況を常に気にかけていた。そうですね、私も聞かせてもらったことがあります。アスム様も呆れておられましたっけ。学校では大層女性に人気で、トラブルが絶えないのはきっとルドルフ様の血のせいに違いないと。そしてジェシカちゃんも男女の友達を大勢作っていつもその中心で活躍していると聞いていたし、実際ジェシカちゃんと話してもそれは何の誇張でもないと理解できたよ。最初はね、バトラ君たちを真似ようと思ったんだ。滑稽な話さ。ふざけたりはしゃいだり下品な会話を好めば彼らのような魅力が得られると思い込んだ。ジョージ様がですか？ちょっと想像できません。痛々しかったよ。僕もあの頃のことは生涯思い出したくない。そしてそんなことを真似ても真の魅力は宿らないとすぐに気づいたよ。僕に魅力がないのは人を大事にすると称したり
場の雰囲気に合わせて振る舞えると称したりして、僕に魅力がないのは人を大事にすると称したり、僕はそれを克服するために生まれ変わる決意をしたよ。初めて自分の殻というものを理解し、それを打ち破ろうと誓ったんだ。その意志がくじけそうになるたびに、あの日のことを思い出してバネにした。君たちが僕を忘れて楽しそうに遊んでいたあの日、そして僕に好意があると決めつけている君の瞳に僕が映っていなかったことをね。誓ったんだよ。今度こそ本当に君を振り向かせて、その瞳に僕を映してやりたいとね。それが実は君に恋をした一番最初の感情。複雑だったんですね。あの日僕を無視して遊んでいた君たち、いや君への復讐がいつの間にか本当の恋心に変わっていったんだ。しかし神に誓うよ、それが君のことを真剣に考え出したきっかけだとしても、僕が今君に持つ気持ちには何の偽りもない。僕は君を生涯愛することを誓う。それは誰にも何にも偽らない。そして君を妻として迎えるために、僕には世界を敵に回すことだって厭わない覚悟がある。ジョージさん、以上が君に先にしておきたい懺悔さ。僕は今日まで君のことを初恋で一目惚れだったと言ってきた。それは嘘だった。うぬぼれた僕の歪んだ。関係ないです、そんなの。初恋じゃなかったら結ばれちゃいけないんですか？初恋の人を忘れたらそれは裏切りなんですか？恋ってそんな単純じゃない。いえ、単純かもしれない。だって恋なんて簡単。常に今の自分の正直な気持ちだけが正解なのだから。だから昔の話も馴れ初めも何も関係ないんです。懺悔子孫だったかな。いいえ、何事も完璧なジョージさんにも人間臭い一面があることが分かってちょっと嬉しかったです。そしてそれを私だけに打ち明けてくれることに嬉しくなりました。ありがとう。僕は君がいたから僕になれた。私もジョージさんがいるから私でいるのです。だから包み隠さず教えてください。私たちはどんな夫婦になってどんな未来を築くのですか？僕は君という妻を得て父さんを超える実業家になる。そして様々な挑戦や冒険を経て自分の可能性の限界を確かめたい。その到達点の頂に君と一緒にいたりたいんだ。そこからの眺めは僕以外の誰にも見せられないものになる。楽しそうです。どこまでもお供します。もちろん実業家としての冒険だけじゃない、夫婦でしか気づけないものもたくさん積み上げていきたい。それはどんなものですか？子供を作ろう。はい、旦那様。